撮影用のライトには明るさ以外に軽さと小ささってめっちゃ大事なんですよね。これやばくないですか。サルビブン、ノリです。今日紹介するめっちゃおすすめのね、このライトなんですけど、アパロのタンク 80B っていうライトです。アパロってまだ聞いたことない人いるかもしれないですけど、ファルコンアイズっていうもうライトのね、結構老舗のメーカーの別ブランドです。これね、めっちゃいいんすよ。めっちゃコンパクトでしょ。でね、どんな内容物かっていうと、こんなバッグに入ってきます。このバッグもね、めっちゃちっちゃいんすよね。で、中に入ってくるのがリフレクターですよね。それから電源のコードですね。そしてね、これもめっちゃ大事なんですけどね、こういうところって、ここね、ワイヤーがついてるんで、引っ張らないんですよね。このワイヤーの部分をね、こういうライトスタンドとかにこう引っ掛けておけばいいわけなんですよ。Anyway、こういうバンドもね、ちゃんとついてきます。そしてこれ。これね、ハンドルになるんですよ。で、ここにね、NPF バッテリーを2つつけることができるんで、電源がないところでもバッテリー駆動で使うことができる。しかもそれがね、ハンドルになってるって、これちょっとめっちゃ良くないですか。そしてね、ここのこのリフレクターがつく、このカチャンってはまるところね、これすごいちっちゃいコンパクトなサイズなんですよね。例えば一般的なソフトボックスとかだったら、ボーエンズマウントっていう、もうちょっとね、規格自体が大きいやつなんですよ。で、それを使いたいときには、これ購入するときにね、メーカーに連絡してもらえれば、こういうボーエンズマウント用のアダプターっていうのをつけてくれます。で、これをつけてあげると普通のボーエンズマウントのソフトボックスなんかもつきます。ライトに大事なのが明るさだけじゃなく、その軽さと小ささっていうところなんですよね。これなんでね、そこが大事か。まあ、そのバランスなんですよね。明るいライトの方がいいですよね。それはね、もちろん。光量は十分あった方がいいんですよ。でも、それを求めるとどんどんライトってでかくなっちゃうんですよ。じゃあ、でかいライトがなんでダメかっていうと、ちゃんとしたライトスタンドがあればいいんですけど、なかなかね、ライトスタンドも、しっかりしたやつって、まあ、高かったりとか、まあ、現場に持っていくのが大変だったり、もしくは、外でね、もう手持ちで持とうと思っても結構大変なんですよね。それで、小さければ小さいほどいいんですよ。特にこういうね、ライトスタンドに乗せてね、こう、高く上げようってした時には、高く上げれば上げるほど、重いと、それだけもう不安定にグラグラしちゃうし、普通のライトスタンドじゃね、もう支えれなくなっちゃうしね。コンパクトならね、コンパクトな方が、このね、ライトスタンドの軸からずれないんで、こう安定してくれるわけですよ。上げれば上げるほどね。なので、コンパクトで小さい。そして、光量も十分。このね、バランスっていうのはめっちゃ大事だと思います。で、これね、80W なんですけど、ちょっと後で実際つけてみましょうね。全然明るさは十分だと思います。あとやっぱね、コンパクトなんで、でもこのバッグの中にね、これ全部収まるんですよ。こういうのね、めっちゃ嬉しいんですよね。で、ここの上にはライトスタンドもね、こう、バンドで止めれるようになってるし。やっぱりね、こう現場に行くときに、こう機材多いじゃないですか。大変でしょ、持ち運ぶとき。なんでね、こういうもうバッグにひとまとめに、ちっちゃいバッグにひとまとめにして入れられるっていうのは、もうめちゃくちゃ重宝します。ちょっとつけてみましょうね。じゃあ実際のね、本体の使い方なんですけど、これね、裏もね、すごい操作性もね、シンプルなんですよ。もうボタン基本的に2つしかないですね。ちょっと電源入れますね。はい、今 5600K の 100% マックスです。ね、めっちゃ明るいでしょ。ちょっと色飛んだ感じになってると思うけど、まあ明るさをね、見てほしいんで、このまま行きましょう。で、これのね、左の原因ですね。ここのボリュームを調整してあげると、これで明るさを 0% から、つまみをね、回すだけで簡単に 100% まで変えることができます。そして、このね、同じボタンをね、押すことによって、このね、モードを変えることができるんですよ。なんかね、こんなね、いろんなエフェクトがあります。これ、アラーム。そして、ハート。ハートってどんなんだろう。なんかこう、ドキドキする感じを演出したいときかな。あと、ファーニア。ファーニアってどういうことかな？まあ、遠く、近くってこと？ Anyway。おー、ストロボ。フラッシュ。キャンドル。ろうそくっすね。
TV、テレビみたいな感じ。そしてライトニング、雷ですよね。色温度なんかもね、これ合わせてくれてるんですよね。こんな感じでいろんな演出ができます。ちょっと今眩しいんで、ちょっと下げましょうね。20% ぐらいにしようか。はい。そしてこっちのね、左の方のボリュームですね。これで色温度を変えられます。色温度が一番上、これすごくないですか ?9999K までいくんですよ。あんまりね、こんな高いケルビンの数値まで出せるライトってあんまないんじゃないかなと思うんですけど、要はね、青っぽい光になるんですよね。で、まあ、大体まあ日中なんかで撮影でよく使う 5600K もちろんいけるし、で、一番下の方では 2500K から、なんで、ちょっとね、こういう暖色な、こう、あったかい演出をしたいっていう時には、こういう色でもいいと思うんですよね。そしてね、これファンの音めちゃくちゃ静かなんですよ。すごいっすよ、この音。伝わるかな。あとさらにね、このライトのすごいのが、アプリでコントロールできるんすよ。これめっちゃ嬉しくないですか。こんな感じでね、2800K、例えば 5500K とか、ボタンをね、タップすることで一発で変えることもできるし、で、あとはもう、明るさなんかもね、ここで調整することもできるし、色、温度自体もここでこうやってね、変えることもできます。便利ですよね。で、これができるから、じゃあなんでいいかっていうと、あのね、ライトスタンド、この高さだったらいいんですよ。もちろん触れるから。でもね、例えば現場で結構高い位置にセットしてるとき、もうそこのこのつまみ触れないじゃないですか。そういうときにやっぱりアプリで簡単に調整できるっていうのはいいですね。実際これクライアントワークの時にライトをね、スポットライトがこうだんだんブワーって当たる感じの演出とかしたんですよね。そんな演出がね、もう気軽にできるライトっていうのはね、これいいっすよね。まあもちろんね、電源のオンオフもここで一発でできます。よくないっすか。せっかくなんで、今使ってる前動画で紹介したこのロンタップのね、100ワットのライトがあるんですけど、これと比較してみましょうか。同じね、100% の出力でどれぐらい違うか、同じようなね、距離でちょっとやってみましょう。今がロンタップの 100W の 100% です。はい、そしてこっちがアパロータンク80B の同じ 100%、5600K です。色温度が違う気がする。こっちの方がね、正確なんですよ。ロンタップの方のはね、なんかちょっと少し色がおかしいなって、なんか白いなっていう気がしてたんですけど、これ、こっちの方がいいと思う。80W っすよ。で、ロンタップの方は 100W だったんで。でね、単純にね、そのライトって、ワット数だけでは見れないんですよね。ワット数っていうのは消費する電力であって、どれぐらいの明るさで照らすことができてるかっていうのはね、また照度計とかで本当は測った方がいいけど、別の話だと思うんですよ。でも実際どうですか、比較してみて。これ80W のタンク80B です。いいよね。さあ、このアパロンのタンク80B どうだったっすか。これね、メーカーさんからね、提供をいただきました。ありがとうございます。で、実際ちょっと本当クライアントワークでも使ってみて、これマジでいいっすよ。やっぱね、ライトってそんなにしょっちゅう買い替えるものでもないじゃないですか。カメラとかパソコンみたいにすぐね、どんどん、進化していくっていうものでもないと思うんですよ。まあ進化はしてるけども、その、まあコンピューターとかだったら、新しいのをアップデートしていかないといけないじゃないですか。でもライトってそうではないかなと思うんで、やっぱ長く使えるやつの方がいいと思うんですよね。そして、これね、こんな風にも、もう外でのね、屋外も簡単に持っていくことできるし、あ、ちなみにね、これ、ライトついてるんで、これ多分ね、バッテリーの残量とかだと思うんですけど、いいっすよね。この軽さやっぱいいっすよ。ちょっとね、いいなと思った人、この動画のね、詳細欄に、購入先のリンク入れておくんで、そちらから購入してみてください。I hope you guys enjoyed this video and see you in the next one. じゃあね。Peace out!